島田直也は、千葉県柏市出身の元プロ野球選手、野球指導者、上層学院高等学校職員、上層学院高等学校公式野球部の出身。2003年に現役を引退してからは、日本のプロ野球3球団でのコーチや監督などを経て、2020年7月26日から、同部の監督を務めている。上層学院校時代は、 1987年の甲子園に春、夏連続出場を果たし、春は上層学院初の甲子園出場も一回戦、敗退、夏は決勝で PL 学園校に敗れ、準優勝投手となる。なお、この決勝戦で投げ合った PL 学園の野村博史と後に、横浜対応ホエールズでチームメイトとなっている。1987年オフに、 ドラフト外で日本ハムファイターズに入団。同期の芝草空と共に SS コンビとして売り出される。プロ入り2年目の1989年10月8日に、対近鉄バファローズ戦で1軍初登板を果たしたが、1991年は2軍で0勝10敗の成績に終わり、シーズン終了後に石川健とのトレードで横浜対応ホエールズへに移籍。 1992年8月23日の対中日ドラゴンズ戦で初勝利を記録し、9団名が横浜ベスターズに解消された1993年にはプロ初完封を記録した。1994年には中継ぎ投手として飛躍し、シーズンでは50試合に登板して9勝を挙げ、翌1995年も2年連続チーム最多、かつ、 自己最多の10勝を記録した。なお、リリーフ投手で、同じ選手が2年続けて、チーム最多勝ちになることは稀である。ちなみに、チームが1994年5月13日の対、読売ジャイアンツ戦で達成した、日本プロ野球公式戦隊記録の9打席、連続安打は、打席に立った島田の内野安打からスタート。打者一順を経て2回目の打席に向かったものの、 故障を回避すべくホームベースから遠く構えた末に、振り遅れの三振をあえて喫している。1996年は、チーム全体で風疹が流行して、先発投手が不足する事態に陥ったため、久々に先発として起用されたが、シーズンでは不振に苦しんだ。1997年は、前年のセットアッパー、井原氏秀樹が怪我で開幕に間に合わず、 代わりにセットアッパーとして起用され自身初タイトルとなる最優秀な中継ぎ投手を受賞。翌1998年には中継ぎ投手のエース格として横浜の38年ぶりのセリーグ優勝及び日本一に貢献し、翌1999年にはオールスター初出場を果たした。2年連続不審に終わった2000年のシーズン終了後に自由契約となり、 ヤクルトスワローズへ移籍。2001年は、中継ぎの一人として、ヤクルトの優勝、日本一に貢献したが、翌2002年シーズン終了後に自由契約となり、大阪近鉄バファローズへ移籍。しかし2003年シーズンは一軍でわずか3試合の、当番に終わり、同シーズン限りで現役を引退した。2004年から、古巣の日本ハムに、打撃投手として復帰した後に、 2007年から2010年まで BC リーグ、シナのグランセローズの投手コーチを務めた。2011年に四国アイランドリーグプラス、徳島インディーゴソックスの投手コーチに就任。2012年から監督に就任すると、2年目の2013年には後期優勝を経て、チームを2年振りの年間総合優勝に導いた。同リーグの球団において、 NPB の指導者経験のない監督が年間総合優勝を達成した事例は前任の斉藤博之に次いで二人目である。監督三年目の2014年にはリーグ史上2チーム目の全後期優勝によって3連覇を達成。2年連続の年間総合優勝、リーグにチーム目の全後期間全優勝も成し遂げたほか、b c リーグを制した。 群馬ダイヤモンドペガサスとのグランドチャンピオンシップにも勝利した。さらにソフトバンク杯デンボに連覇を達成。リーグの全後期及び年間総合優勝、グランドチャンピオンシップを制した球団がソフトバンク杯でも優勝した事例は初めてであった。2016年2017年に古巣の横浜 DNA ベイスターズデニ軍投資コーチを歴任。コーチを退任した後も、 野球振興部、スクール事業部の契約職員として2019年シーズンまで DNA に在籍したほか、同年の NPB12 球団ジュニアトーナメントで DNA ジュニアチームのコーチを務めた。2020年3月16日に日本学生野球協会から学生野球資格回復の適正を認定されたことによって同協会に加盟する高校。 大学の野球部での指導が可能になったため、同月20日から母校の上層学院高校公式野球部に投資コーチとして復帰、4月1日付で同校の職員にも採用された。チームが2020年夏き茨城県高校野球大会の3回戦で敗れた翌日から監督へ昇格。監督としての偉人は、 芝草が監督を務める帝京長岡高等学校公式野球部との練習試合であった。同年秋からの新チームは、周期関東大会での準優勝を経て、翌2021年開催の第93回選抜高等学校野球大会1回戦で、鶴賀飛行高等学校と対戦。先行で臨みながらも、延長12回裏までに決着がつかなかったため、 選抜大会史上初めて13回の攻撃からタイブレークを適用された末に9対5というスコアで甲子園球場における偉人を飾った。ありがとうございます。